シャックです。マッツンです。今日のテーマは、今契約できる選手についてまとめ。来たー、狙い目の選手たち。今シーズンがそろそろね、終了します。お疲れ様でした。はい、そしてこれからプレーオフに向かう中でね、もう少しロスター強化したいっていうチームはやっぱいろいろ多いはず。最終日調整やね。そう。なんで今日はね、今契約できる選手21人。ご紹介していきますんで、誰がね今空いてるのか皆さんぜひチェックしてもらいたいなと思ってますんでね、今日も最後までご覧いただいて高評価ボタンポチッと押していただきながら、まだの方はチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。嬉しいです。それでは行きましょう。シャバズ・ネイピア。ネイピアです。昨シーズンまでウィザーズにてポイントがあってね、点は取れんねんけども、やっぱターンオーバー多く自滅してしまうことが多かったんで、ここをこうね、どれぐらいターンオーバー減らせるかっていうところは注目です。だからどうなるか、どこが欲しがるかや。はい。そして、たけし。たけし言うな、本名言えちゃう。ジェローム・ロビンソン。ロビンソンも今季途中にウィザーズからカットされてしまった選手。やっぱ急にカットされるな。ただ彼23歳。若い。スリーがね、調子悪かったんで、そこを決めていけると、あるんじゃないかなと思うんだけども、彼もどうなるか。B リーグ来ても人気出ると思うよ。確かに、B リーグ来たら結構人気出そう。めちゃめちゃ。なんか日本人ファン多いやんな、タケシ言うて。うん。アンドレ・ロバーソン。今季途中にネッツと契約結んでんけども、解雇されてもうて。あかんかったやん。まあ、ただ、OKC の時はね、2017年、オールディフェンシブセカンドチーム選ばれてるから。才能あふれるやん、じゃあ。ただ、怪我しちゃったんでね、そこでキャリアが止まってしまったとかあんねんけども、ディフェンス強化したいチームはね、どうかなと思うような選手です。パトリック・マカウ。お、マカウ。マカウはね、過去4年で3度優勝してる、持ってる選手。すごい、入れとけば持ってるよ、じゃあ。そう。怪我がちで、ね、ラプターズなかなかプレイできなくて、今シーズン途中で解雇されてんけども、ウォリアーズの時とかはね、要所で E3 決めてたりしたんで、最後シューター強化したいチームとかは、どうかなと。言わせて損はない。はい。トロイ・ダニエルです。昨年までレイカーズと、あとナゲッツもプレイしてて、7年のキャリアでね、彼実はスリーポイント 39.5%。めっちゃ入るやん。うん。なんで、もともとね、オースティン・リバースがナゲッツと契約してんけども、迷ってた一人がね、ダニエルズだったんで、うん、どこのチームかは欲しがるはず。そして、クイーン・クック。ああ、ほんまや、どこ行くん次。レイカーズ解雇されて、キャブスのね、10日間契約になったけれども、解雇されても。あ、なかったよね。うん、だから彼もね、スリーポイント 40.8%。すげえ入るやん。なんで、アウトサイド十分やれる。やれるよ、皆さん。チャンピオンリングを2つ持ってるって、バックアップポイントガード十分やれるんで、個人的にはね、ブレイザーズが面白いんちゃうかなと。ね、はい、ちょ注目です。そしてジェラルド・グリーン、いかついよ。グリーンもね、もともとオースティン・リバースかダニエルズかグリーンかで悩んでたぐらい。悩まれるね、みたいな。もうちょっとでまた戻ってこるで。彼もね、年齢33歳。ああ、そう、当たり出すと止まらへんねんけれども、過去ねロケッツとかでもかなり重宝されてたんだけれども、うん、年齢的にどうなるかっていうのは要注目。おいちゃんやね。はい。そしてダリウス・ミラー、彼は4月頭に OKC から解雇されてしまった。ただ彼も外も中もできる選手なんで、まだまだやれるはずなんで、どうかなというような選手です。誰がもろだって。そしてグレン・ロビンソン3世なんか流れるように言うたね。まあロビンソン3世も2月末にキングスからウェーブされてもうて、だから彼ね、2017年スラムダンクコンテスト優勝してるから。跳躍力すごいやん。そう、あとしかも昨年ウォリアーズで1試合平均 12.9 ポイント記録してるんで、ええやん。そう、まだまだやれます。全然やれんのに解雇か。はい。なんでね、どっかしらもらい手があるはず。アイザヤ・トーマス。あー、この写真ユニフォームに踊ったのにな。やりよった、本当に。コービーのね、24番受け継いだところとか、実際ペリカンズで悪くはなかったから。何やったよ、何が分かった。チームの戦術にやっぱフィットしないみたいなところとか。すぐ、だからやっぱすぐ打つね。そう、やっぱそこが気になるよね。あっこがあかんねん、あっこが。もうちょい待って誰かにパス出すとか。そう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 、うん、せめてインサイド誰かいて打ってもリバウンドなんかなんとかなりそうな。いけるような感じね。誰もおらんのに打つやん。先走ってまうんかな。実際からもね、ツイッターでもう一回ガチでチャンス欲しいってこと言ってたりとか。負担といてって DM 送ろうかな。ここやと思うよ、一応ね。素人ながらみたいな。大変失礼します。いやけど、ただやっぱね、トーマスもう一回見たいよね。ファン多いからな。なんでどうなるかは注目です。そして、ジェラミー・リン。ああ、頑張ってたんじゃないの。いや、いいよ。ウォリアーズの下部組織で頑張ってたんで、彼もね、帰ってきてほしい選手。ただ、年齢的にも彼30超えてることもあるから。B リーグでもええんよ。B リーグは間違いなく人気です。俺行くよ。うん、俺らも行きます。そして、カイル・コーバー。大きなカエル・コーバー34歳や。38歳。38歳。間違えた。えらいサバ読んだな。彼もね、去年までバックスでいて、ただ今シーズンどことも契約先がない状況。ただ彼、キャリア17年の歴史の中で、スリーポイント 42.9% やからね。だからポイントでシューターとして使うの全然ありやん。十分いける。なんでね、彼はね、ほんともう一回復帰してほしい選手の一人。イマン・シャンパート。
あー、シャンバード一瞬入らなかった。そう、一瞬ネッツに入ってんけども、ただ解雇されてもうて、だから彼も経験豊富なウイングなんで、ディフェンス強化したいチームでやると重宝はまだされるはず。そしてディオン・ウェイターズ、一瞬レブロンやね、若干な、パパって見たら彼はね、そこさえ悪くなかったら間違いなく今もプレーしてる実際去年レイカーズで1試合平均 11.9 ポイント記録してたりとか、うん、ええやん。そう、スコアラーが足りないチームにとってもうってつけになる選手なんで、凶暴性を抑えていただいて、そこを抑えてもらったら、いや、まだ全然ね、第一線で活躍できるはず。なので彼がどうなるかっていうのも注目です。ジョー・ジョンソン、ジョー・ジョンソン、いいよね名前、うん、愛想ジョー言われてね、オールスターにも何度も出てるような実力の選手。彼も、ね、年齢は39歳。わー、もうきつない。ただ彼はね、 NBA 復帰の噂は結構立って、あ、そうなんや、うん、いろんなチームが興味を持ってるみたいな。またね、ジョー・ジョンソンに関してはそういった噂が入って次第皆さんにお届けしていきたいなと思ってます。ジョー・ジョンソン好き言ってたな、これめちゃくちゃ好きよヨナス・イェレブコ、ボストンとかウォリアーズにプレーして、今はねロシアのリーグでプレーしてんねんけれども、うん、アウトサイドが打てるようなビッグマンね、うん、なんで彼は全然、ね、ボストンとかウォリアーズの時ブロールプレイヤーとしては良かったんで、戻ってきてもう一回 NBA でっていうのは十分あるかな。本人がね、ロシアで満足してたらないでしょう。ただ、それよりもらえるんだから。こっちどうなるか。こっちか、まあ大事やよ。はい。そして、マーキズ・クリス。クリスはね、もう今シーズン怪我で出れないんで、今シーズン絶望の選手を今すぐ取るとはちょっと考えられへんねんけれども、うん、それでも来シーズン見越すと、今日お伝えする21人の中であれば、トップクラスのビッグマン。なるほどな。まあ、じゃあ今季捨てて、もう来季頑張ろうとか先にね、先手打ってはあるかもな。実際、ウォリアーズからスパーズにトレードされて、スパーズからウェーブされてしまう。なんで彼も、俺はね、個人的にめっちゃ注目してんねんけど、うん、引き続き応援していく選手、一人です。ソンメーカー。ソンメーカー。まあ、腕が長いビッグマンね。腕が長い感じする。うん、若干ボルボルとちょっと被んねんけど。確かにね。彼もね、早く NBA に戻ってきてほしい選手、一人です。そして、マイケル・ビーズリー。お、名前かっこいいわ。昨シーズンね、ネッツと契約したけれども、ネッツの試合には出えへんっつって、ちょっと、ええー、みたいな感じだった。そんな感じ？そう。やんちゃやね。やんちゃな選手である。ただ、彼も乗り出すと止められないスコアラーなんで。やんちゃやからね。彼もどうなるか。そして、ジャマール・クロフォード。あ、ジャマール・クロフォードさん。あ、そうか、まだ引退とか言うてはらへん。言うてはらへん。戻ってきてほしい一人やね。オフェンスの鬼。オフェンスの鬼。しかも昨シーズンネッツとさ、契約したけど、ちょっと消化不良な感じはどうしても否めへんかったから。そうね、喜んでたけど、俺ら、割にな。そう。あんまりやったね。なんでね、ちょっと本当に戻ってきて、あのね、彼必殺技のクロスオーバー、もう一回見せてほしいなと。もう一回見たいなと思ってます。そしてラスト、ランス・スティーブンソン。見たいね、エアギター。エアギ、そう、エアギター見たいんよこれで、これだけやってほしい。そうそう、それ用意みたいな。それのためにベテランミニマムやってほしい。ないと思うんだけどね。スティーブンソンはどうなるか分からんけど、ファンとしては見たい一人。今中国？今中国。中国やってんな。ただ、個人 G リーグの下部組織に入ったりもしてたから。ここには戻りたいんや。戻りたいと思う。なるほどね。うん。なんで彼もどうなるか注目です。スミスは？スミスは取り上げようと思ってんけど、まあ多分ないでしょう。スミスみんな待ってるよ。いやー、多分コメント欄でもいろんな意見もらえると思うんだけど。スミスについても。意見ください。いや、多分ないと思います。俺大好きよ、JR スミス。いや、俺も大好きやで。最初に優勝トロフィー触るのはスミスって決まってるからも。今シーズンもね、トロフィー触る要因みたいなないと思うけど。はい、彼もどうなるか注目です。以上、ここまで今、契約できる選手についてまとめてきました。皆さんもね、どの選手が復帰してほしいと思いますか、ぜひね、コメントでいろんな意見聞かせてください。意見お待ちしてます。そして最後に、おもこめ！おもこめ！今日のおもこめは何？今日はですね、前回やりました、デローザン・ラウリのデュー復帰説。見たいね、あれは。見たいね。岡部さん。岡部。ラプターズは絶賛再建モードに突入しようとしてるけど、デローザンなら喜んで贅沢税払わせていただきます。岡部さんがね、払ってくれるっていうね。はい、ありがとうございます。ほんまかいな。50億ぐらいですけどね。めっちゃ岡部。どういうことって。こんな感じで、いろんなおもこめ特集してますんで、今後もいろんなコメントをぜひ寄せてください。お待ちしてます。高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。スミス待ってるよ。多分きついかな。